今回の企画はありえないクラフトができる世界でサバイバル。普段のマイクラでは作ることのできない、ちょっとワクワクしちゃうようなアイテムが作れる世界。果たしてオンリーはアイテムを上手に使いこなし、エンドラ討伐をサクサク進めることができるのか。はい、というわけで今回は、ありえないクラフトができる世界に来ております。楽しみです。で、木の剣を作ります。ほんで木の剣を、お、焼けた、焼けました。これで何ができるの。はい、じゃん。え、何これ。あ、できた。火属性の剣でございます。他にはね、はい、こうして、トゲトゲのサボテンをクラフトすると、バン。ごついけど、できました。はい。トゲ5かな ?5。普通ならつかない。トゲ5がついております。ファンキーな感じやな。今日ちょっとネザーゲートを作らない方向でネザーに入れるっぽいので、それをやってみたいんだけど、どこ、チェスト。あー、まあ、特にだな。いやー、黒曜石がね、8ついるので、下に潜って、ダヒヤで黒曜石掘らないといけなさそうです。さあ、いや、かなり下の方もできるんじゃないか、これは。でもって、ちょっとこのトゲトゲ棒を試す時が来たか。ん、スケルトンとかしかいないか。はい。あ、トゲ食らってます。トゲ食らってます。いえ、トゲで倒したい、1体ぐらい。はい。いや、全然耐えるわ。俺も耐えるからな。先に死ぬのはどっちか。自分が死んだらちょっと困るんだけど。待って、2体目出てきた。無理。さすがに無理。で、あ、モンスターハンター、多分倒れたっぽい。うん。ありそうな予感。あった、ダイヤ。しかも3つ以上。ありがとうございます。よし。よし、これで1、2、3と。オーケー、これでやっと、ダイヤツラシが、できた。ここかな。ダイヤのツルハシで、黒曜石を掘って、やっと完成するのよ。よし、というわけで上に帰ってきました。あ、ここだ。ここで黒曜石が掘れるね。よし、凍りました。さあ、今から作るのは、いい感じにネザーゲートの形をさして、その中に火をつけると、できた。じゃん。ポケットポータルです。すごい、ちゃんとできている。はい。はい。あ、入れた、普通に。普通に入れました。戻ったらどうなんだろう。ああ、戻ってきた。これは楽ちんだわ。これはありがたい。しかもなんかちょっと手に持ってる感じも、異質感出て、好きです、これ。よし。で、あとね、もう一個かな、作れるものがあるんですけど、それがちょっとベッドがあるので、さあ、ちょっとクラフトしていきますか。クラフトする前に、ベッドを作っておきます。で、これできんのかな、これ。はい。あ、できない。こっちじゃないといけないのか。はい。こちら、ベッドを丸石で囲むと、岩盤ができます。多分この由来はね、岩盤が、英語でベッドロックって言うんだけど、多分、ベッドロック。そういうことだと思います。で、さらに、今回最後にご紹介するアイテムになりそうです。ガラス瓶、飛来心、糸、鉄二つ、岩盤でできた。じゃん。ハッカーガン。明らかにやばいこれ。なんか、引き金を引いたらこの先っぽが開きそうな感じ。なんかガンツ飲みすぎかもしれんけど。はい。じゃこちら打ってみます。何に向けて打とう。一旦鳥に向けて打つ。バン。おてんば。うい、やばい、嘘だろ。毒蜘蛛召喚。あ、よかった。昼間だから敵対してないけど、待って。一旦、ハズレを引きました。はい。ランダムで何か起きるらしい。何が起こるかわからない。なので、とりあえず撮ります。はい。あ、いや、これまた、まだ2パターンしか出てきないぞ。はい。ちょっと待って。爆裂なのかな、これ。痛い！爆破した。爆破死ねかねえんだ、これ。えい。あれ？あ、浮遊してんのかな。さあ、ここに、ポケットポータルを置いて、ネザーに入ります。はい。よいしょ。はい、入りました。じゃあ、ここの座標だけ押さえて、よし。ほんじゃ、普通にエンドラ討伐に向かいます。はい。要塞がおそらく、こっちの方と。ちょっと爆発を引ければ、足場ブロックがいっぱい手に入ります。えい。外れました。
外れました。やめてやめてやだいや気持ち悪い、やだ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 、外れ引いた時の代償がでかい。いやもう方角は合ってるからこっちに進めばおそらく、ああ要塞あった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 、よし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 、まあ要塞いい。うわなんかめっちゃ攻撃がいてる。うわー湧いた、いっぱい。はい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 、よしよしよし、7本、7本、まだ1本もらう。いて、やっと落ちた。さあ、まあ、ここからは、円玉倒していきます。あ、なんかめっちゃ円玉いる。よし。コツコツ、集めていきます。円玉パール。よし。一旦14パール集まったので、帰ります。やっぱりね、あんまり活躍しないわ、このハッカーガン。ポケットポータルを使ってちょっとやりたいことがあるんですよ。さあ、ここから、まず戻りまして、ちっちゃいポータル。で、ここから、よいしょ。ちょっと一旦半分作りまして、で、投げます。ポン。で、まあ、こんな感じで。で、ちょっとのエンダーアイのズレで、特定して、大体分かったので127の1540あたりで、ポケットポータルを設置してないと自分がネザーに入れないから、ポケットポータルを一旦壊してそこからいけるかな。はい、完成。さあ、これで入ります。ポケットポータルを持ったまま入れるから、これでネザー側によくゲートを作れると。いや、このままね、ちょっと運が良ければ、エンドポータルなんてこともあり得るので。この辺かな？ここ、ここだ。ここにポータルを置いて、じじ、置いて、ちょっと入ってみます。はい。さあ、なんとも言えないとこ出た。ちょっとバッチリね、地下要塞に入れるかと思ったんだけど、無理っぽいんで、普通に行きます。多分こっちの方かな。いや、ご飯がないのがすごい不安だけど。はい、じゃあ、最後のご飯を食いまして。ないね、もう。あ、出たんじゃないこれ。来たーん。近かったんだな。よーし。あー、もう見つけた。ちょっとご飯ないけど、まあ、このまま頑張ってみますか。はい。では、行きます。えいっ。めちゃ遠いやん。上陸。ここでこいつの出番です。こいつで爆破を引けばクリスタルが壊せる。引けなかったら大量の毒が出る。いけ。え、あ、オッケーオッケーオッケー。爆破と、いやー、これもダメなのか。え、あ、オッケーオッケーオッケー。引けてる。今のところ引けてるよ。あんまりダメージを食らいすぎると良くないけど、爆破、雷、なんか緑色のエフェクト、雲の巣かな多分。なんだろう、こんな、運ゲーしに来たわけじゃないんだけどな。はい。外れ。外れ。オッケー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 。あと1個じゃないこれ、もしかして。さあ、あと1個。いや、壊れてない。痛い。いや、まだ壊れてないな、あれ。はい。破壊できた？どう？あ、隣が行けてるっぽいな。こっちだな、問題は。頼む。行った？あ、行ってるっぽい、行ってるっぽい。よし。エンドラが低空飛行するときに、この雲を引くと、厄介なことに、見事に砕け散ってるけど。やばいやばい、さっきから雲しか引いてねえぞ。OK、いけ。そう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 。ここは普通に殴ります。ね、来た。よし。目標ご飯ゼロ。エンド飛ばす。はい。結構減る、結構減る。よし。ちょっと積極的に攻撃は当てに行きます。はい。はい。はい。当たってねえな。はい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 。半分まで削った。
意外といけるな。爆発入ったっぽい。よし、来た。いや、意外とこの体力でも勝てちゃうな。よし、はい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 、オーケー。ちょっとせっかくなら爆破で仕留めたいな。爆破、お、来た。いけ、雷つらめなんだ。爆破を開けないと。爆破、爆破、爆破、全然引かんわ。雲が邪魔で。頼む頼む、当たれ当たれ。うわー、雲が当たり、来た。あ、来たー、イエーイイエーイ。忘れてた、この帽子。ゴリアーン。というわけで、今回はありえないクラフトのできる世界でのマインクラフトでございました。今回の動画面白かったという方、高評価、チャンネル登録お願いいたします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。おすすめの動画はこちら。次の動画もお楽しみに。バイバイ。